なんでトランプが大統領になったんですか？ね、それはこの大きな宇宙のこういう流れがあったからなんですね。だからやっぱりこの銀河連合からお願いされて、お願いっていうのは実は米軍が地球の同盟に結構入ってて、だから多分銀河連合米軍で、米軍がトランプにお願いしたっていう形を取ったと思うけど、どうもトランプ大統領もこの銀河連合とちゃんと交信してるらしいんですね。それでメラニア夫人ってすごいじゃない、なんかいかにも宇宙人で、彼女がプレアデスだっていうのは結構いろんな人から聞いてたんですけど、やっぱりどうもプレアデスの DNA がすごい強い方みたい、だから役割があるんですよね、彼女がね。で、まあそういう意味でこのレプティリアンが今地球を制御しようとしているのをもう一生懸命活動しているのがこのアライアンス、ワイトハットとかね、そのトランプとか特に米軍ですね。で、まあこの民間人もいろいろ言ってたから、もうとっくに火星とか月とか行ってるんですね。だから月面着陸のあれはインチキですよね、ご存知だと思うけど、あれとかスタジオで撮って、で実際はあの時行ったんだけど、月にすでに宇宙人がいっぱい、レプリアンとかいっぱいいて、でそれでびっくりして、こんなことを、真実を伝えたくないって言って、まあ、ちゃんと着陸したようにスタジオでやったって話したけど、で月っていうのは裏側にすごい宇宙人の基地がいっぱいあるんですけど、レプティリアンがもう乗っ取っちゃってて、でその、レプティリアンたちは、もっと遠い金星とか遠い星からも来てたりとかするけど、まあ、一応あそこの月にこう基地が一個ポンってあると地球を支配しやすい、そういう意味の月っていうのは彼らの一つの基地なんですね、地球を制覇するためのそういう恐ろしいものなんだけど、まあ、そういうものすごいね怖い状況にあって、それでまあ今回のトランプ と、 バイデンの戦いっていうか大統領選見てどうですか皆さん、不正選挙分かった人手を挙げてください。ほとんどの方があれがもうめちゃくちゃの不正選挙だって分かりましたでしょう。まあ、私あのことを一回もう次々動画でね解説してる人がいるけど、そんなに解説しなくても分かったわよって思いますよね。もう、まあ、バカじゃないんだから、これもう明らかに不正じゃないって、いろんな角度でねその話はしないけど、もう明らかにもう不正の証拠もいっぱい